チリコンカーン、チリコンカーン、日本語別表記で、チリコンカン、チリコンカルネは代表的なテクスメクス料理及びアメリカ料理で、アメリカ合衆国の国民食の一つでもある。米国では、チリコンカーニを英語風にチリコンカーニーと発音するが、実際は単にチリという略称で呼ぶことが多い。ヒスパニック系アメリカ人の多いアメリカ合衆国南西部では、 ヒヒスパニック系の間でも、より、スペイン語に近いチリコンカルネと呼ぶこともある。日本では、チリコンカーンのほかチリコンカンとも呼ばれている。チリコンカーンのレシピは、19世紀半ばに、メキシコから独立しアメリカ合衆国に並行された、テキサス州南部で考案されたと言われており、テキサス州はこれを、州の料理に指定している。庶民考案の料理らしく、 レシピの起源に関する信頼できる情報が乏しく、直接の起源となった出来事や、その詳細な発生日時は未だに判明していない。時代が下るにつれて、レシピが洗練され、ファーストフードチェーンや、一般の食堂でも、この料理が提供されるようになった。日本においては、多くの学校の給食メニューとして、定番のため、知名度は高い。ひき肉と玉ねぎを炒め、そこに、 トマト、チリパウダー、水にしたインゲン豆、金時豆、赤インゲン豆やピントビーンズなどなどを加えて煮込んだものが最もよく知られている。肉は牛肉であることが多いが、豚肉、鶏肉、七面鳥の肉などでも作られる。仕上げにマサやオートミールでとろみをつけることが多い。バーベキューソースで味をつけたり、シナモン、コーヒー、チョコレートなどを隠し味に用いることもある。 豆の入ったチリをチリビーンズ、豆の入らないものを単にチリまたはチリノービーンズと呼び分ける場合もあるが厳密に定義されているわけではない。チリを強する際にはおろしたチェダーチーズを振りかけたり、クラッカーを添えて各自が食べる前に砕いて入れることも多い。チリはアメリカの文化に深く根付いており、シンプソンズやサウスパークなどのアニメ作品でもストーリーの中で 重要な役割を果たしたりする。また、刑事コロンボの主人公、コロンボ警部の好物として、ドラマ内でよく名前が登場する。アメリカ合衆国の大学給食では、クラムチャウダーと並んでポピュラーなメニューである。名称はスペイン語で、肉入り唐辛子を意味するが、シリコンカーンの起源は、はっきりしない。肉を、唐辛子、ハーブ、 香辛料と煮込んだテハーノの料理が機嫌ともカウボーイのペミカンに似た保存食が機嫌とも推測されている。1835年にはサンアントニオで粉唐辛子やオレガノ、クミン、ガーリックパウダー等を配合したチリパウダーが発明された。1880年代には色鮮やかな民族衣装を身につけたチリクイーンと呼ばれるヒスパニック系の売り子たちが サンアントニオの繁華街でチリを授業になり、サンアントニオの名物となった。1893年のシカゴ万国博覧会では、サンアントニオチリスタンドという売店が設置され、南西部以外のアメリカ人にもチリの味を広めた。第二次世界大戦までには、テキサス州や他州のテキサス州出身者が多く住む地域で、チリパーラーというチリ専門店が繁盛するようになった。チリが、 全米に普及したのは、1930年代の世界恐慌や、肉類が排給性になった第二次世界大戦はきっかけである。肉が手に入りにくくなった時、ひき肉に、インゲン豆やトマトを入れて、ボリュームのあ汁物仕立てにしたチリは、家庭で重宝された。現在最も一般的なトマトや豆の入ったチリは、中西部で生まれたもので、あまり辛くなく、 香辛料の使い方も南西部のチリとは異なっている。テキサス州のチリには、インゲン豆もトマトも入っていなかったが、1920年代あたりになって、中西部でチリに豆が入れられるようになり、1930年代から1940年代になってトマトが入るようにな。クラッカーやチーズを入れる食べ方も、中西部で生まれた習慣である。さらに、 アメリカ軍のレーションに取り入れられたことから、第二次世界大戦中後には、アメリカの同盟国、非占領国にも広まった。例えば、イギリスで食事を供するパブにおいて、ランチメニューの一つになっている。テキサス州本来の地理には、唐辛子以外の野菜は入らない。肉は牛肉、または、小牛肉が好まれ、ペカンダイに切るか、粗引きにして用いる。 副菜として煮込んだ、インゲン豆、フリホレスを供することはあるが、豆をチリに入れるのは、邪道とされる。オハイオ州シンシナティの名物チリは、マケドニアからの移民が1920年代に、考案したものである。普通のチリよりも汁気が多く、シナモンで風味をつけてあるため、味も独特である。ホットドッグやスパゲッティの上に、チリコンカンをかけて食べる点が特徴で、チリと、 スパゲッティだけの組み合わせを 2way、これにおろした、チェダーチーズ、豆、刻み玉ねぎのどれかをトッピングすると 3way、どれか2つをトッピングすると 4way、3つすべてトッピングすると 5way と呼ばれる。ベジタリアンチリあるいはチリシンカーンは肉の代わりに豆を主体とするか、グルテンミートなど植物性タンパク質由来のひき肉代用品を使用したチリである。 いろいろな野菜を刻んで加えたり豆を数種類用いて味に変化をつけることが多い。ホットドッグに豆の入らないチリをかけたチリドッグやナチョスのトッピングとしても人気がある。ルイジアナ州に近いベ作の盛んなテキサス州東部ではガンボの食べ方と似た炊いた白飯にチリをかける食べ方がある。チリにマカロニなどショートパスタを加えたチリマックは アメリカ軍のマーのメニューの一つでもある。チリは調理者が各自のチリコンカーンのレシピで味を競い合うアメリカ合衆国の社交行事である。クックオフは単にレシピを共有して食べることを楽しむための非公式の集いから公式の審査団と高額の賞金を伴う大規模なイベントまで様々である。チリ賞味振興会インターナショナルは100万ドルを超える 事前金を集める年間で550のクックオフを公認している。これらのクックオフのすべての公認を手掛けるケイシー法人はクックオフの結果を一覧にして毎年11月の第1土曜日にテキサス州でターリングは国際地理選手権を開催している。国際地理振興会は資金を調達するための行事として地理クックオフを開催している。 その年に一度のクックオフは大規模で、数万人の参加者が戦う地域の予選イベントを通過し、10月にクックオフ世界選手権が開催される。X は数十万ドルの賞金を勝者に与え、さらに数百万ドルの募金を集める。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。